女性の方が勇気はいると思いますね。そうなんですかね。あの女性の方が、うん、女性の方がたやすい気はしますけどね。うん、ほんとそう。男の方が振られる確率高いんじゃないかなって思います。だと思います。はい、はい、私はタイプ5の女子だが、10年以上前に告白した時にそういった感情がない人だと思われてたので、それが傷だと。そんな10年前だったら笑って流せる傷ですよ。そんな、まあ何ですか、失敗体験じゃないですか。ってことですよね多分。お前ここに出させて語らせるぞ失敗体験。あ、すいません、お前とか言ってすいません。女子でそれ言われるのどうなんだ。そんな10年前なんて、そんなんもうね。まあ10年前のことは10年前のことですよ。はい、そうそう、はい、ごめんなさい。この動画ってなんかできますかね。この動画ってできますか、今の話が一本になるか。一本になるか、ちょっと甘いですかね。その自信をつけるにはどうしたらいいのか。自信をつけるにはどうしたらいいのか。僕は一回家はアドバイスになってない、うん、その、まあ、失敗すると、うん、傷つく、もう嫌だってなる人もいるんだろうなとは思いますけどね。でも何て言うんだろう、あの戦略も戦術も、はい、なんかそのそういう歴史を見て学んでいくわけじゃないですか。はいはい、多分今までその恋愛強者の歴史を見てもね、うんうん、多分振られたことない人なんていませんよ。うん、告白あるのみですよ。あるのみ、あるのみなんですよ。はい、そんなの。まあ、それはわかります。はい。あとはまあどういうかですよね。どういうか。うん。女子だったら近づいていけばいいんじゃないかなと思いますけどね。でも相手が愚鈍なやつだと、うん、まあ、気づかなかったりするんですよ。します。気づかないふりとかね。気づかないふりはいいんですよ。気になってるんで。でも相手も結局奥手ちゃんだと何も始まらないですよ。うん、まあ最終的には言わなきゃいけないですよ。うん、言えよって。そのいきなり言うと、はい、例えば全く知らない子から告白されたら、はい、ちょっと誰だよってなるじゃないですか。だけどこう、うん、頻繁に会ってればだんだんこう関係もできてくるわけじゃないですか。はい、僕みたいにその、うん、ね、あのレジ売ってる子に、うん、ここの付箋に好きだとか書いてこうやって見せちゃうと、うん、ちょっと引かれる可能性あるじゃないですか。やめちゃうんですけど。そういうのはダメに決まってるんですけど、うん、でも僕も18まではもう奥手ちゃんですからね。はいはい、はい、でもそれはやっぱり失敗が怖いわけじゃないですか。怖かった、うん、はい、で多分みんなそれはあると思うんです。失敗しても大丈夫っていうなんかがいるんですよ。死なないですよ。死なないですよ。あとこの何、うまくいくのかな、いかないのかな、うん、行くのかな、行かないのかなっていうこの、うん、なんかどうでもいい時期ってあるじゃないですか。はいはい、これが綺麗さっぱり、うん、言えばもうあとは何、うん、振られたとしても、うん、コマンドとしては、うん、もう一回言うか諦めるかってもうすっきりできるじゃないですか。うんうんうん、にこれが簡単。そうなんです。はい、あの悩んでるので時間がもったいないですよ、ね、もったいないですよね。僕の今この何うじうじしてあのどうやってたら起業できるんやろかみたいな、はいはい、このうじうじしてる時期ね。そこ行動したらもうなんか一発でね、はい、もうダメならダメも分かるし怖いんですっていう話じゃないですか。はい、まあ、それと一緒ですよね。だと思います。はい、はい、あの僕への叱咤激励だと受け止め、はい、はい、精進いたします。はい、はい。